ま試合が始まりました。前半40分の開始、左から右に攻めていくのは白の滝川第二高校、一方で赤のユニフォームは相生学院です。右から左に攻めていきます。ちょっとキックミスをしたんですけれども、サイドチェンジですね。この辺をしっかり滝川第二高校がですね、カバーリングしておかないと、はい、シュートまで持っていかれるということですね。この背番号10番ですね、ここですね、福井英二です。ここで右サイドに11番の選手が上がってきてると思うんですね。11番山口です、はい、さあここは中には1人、そしてファーサイドに山口がいる。山口へのクロス、これは合いませんでした。滝川第二高校守っています。今の山口君 の、 そのプレーですね、まあ、しっかりつないでいきたいですよね。滝には自分たちのペースに持っていきたいです。2年ぶりの優勝を狙うのは滝川第二高校、名門です。うまいね、うまい、気にいいですね。ゴール前シュート、シュートセカンドボールは最初のこのシュートというのがやっぱりチームにとってフリーですけど大丈夫ですか、ね、左足、うん、ファーサイド、おお、はい、これは外れました。すごい、3番、はい、いいとこ狙ってますよね、結構ね。 あそこはキーパー背後ですから、はい、もう一番出にくいところですね。そうなんですね、はい、11番の田中リアムのフリーキックでした、はい、それではまずは滝川第二高校のスターティングメンバーです。左からゴールキーパーの1番の多田健二、右サイドバック2番の黒井、センターバック25番の黒田、そして3番の島田、ディフェンスの中心です。左サイドバックには17番の石原、そしてこの試合の中では18番の倉内がアンカーの位置、そして、右に岸22番ですね、29番の神谷2年生、11番の田中リアムが左サイド、そして注目背番号10番の藤田二郎キャプテンです。ワントップに9番の相原啓太という滝川第二高校のスターティングメンバーです。滝川第二高校のサブのメンバーです。滝川第二高校のサブのメンバーです。ゴールキーパー21番の坂本義弘、ディフェンダーが4番の佐藤壮介、19番の中村武蔵、ミッドフィルダー6番の寺坂青は1年生、8番の川崎拓、フォワード5番の亀井大和、7番の元津純也、16番の多田修司、そして24番の平岩浩太というサブのメンバーです。ゴール前には22番の山崎181センチ、ショートコーナー2番の吉村からゴールキーパーの前、よくキーパー出ましたね、多田健二、はい、滝川第二高校です、はい、パンチングはできてないんですけども、はい、やっぱり空中で競ることによってですね、相手がコントロールできないということもありますので、藤田左サイド、17番の石原、11番田中リアム、ボールをつなぎます。この藤田が注目です。さあ一人かわした、前を見てドリブルで進んでいく、うまくかわしたシュート、右足、背番号10番藤田二郎キャプテンのシュートでした。彼はやはりパスもできるし、はい、やっぱスペースが空いてればしてドリブルで仕掛けて、はい、シュートも打てるというのが強みですよね、まあ、滝川第二の心臓になるんじゃないですかね。皆さん、このボールタッチとかすごく繊細というか、たくさん触って相手が飛び込みづらいような、そうですね、ボール持ち方しないですか。そうですね、いいですよね。3番多田一成は左サイドバック、7番の井上、5番の白倉隆成がキャプテンです。精神的支柱、藤田二郎がボールを持った、ゴール前、さあドリブルで、ドリブルで左足シュート、守ったのは相生学院、まだある、クリアしました、相生学院です。それでは相生学院のスターティングメンバー引き続きお伝えしていきましょう。ゴールキーパー1番西野、右サイドバック2番の吉村、22番の山崎、4番の日高美月、3番が多田一成、左サイドバック、7番は井上、そして5番の白倉隆成はキャプテンです。右サイドに11番の山口、左には8番の森川、背番号10番福井友人が J3 さぬき内定注目の選手、そしてワントップ9番の村越優太2年生です。相生学院サブのメンバーもご紹介してまいりましょう。ゴールキーパー17番の山田健太、ディフェンダーが6番の坂本新太、13番の新谷亮太郎、14番の小島明則、ミッドフィルダーが15番の日高律、4番日高美月の弟です、16番が坂井凛、25番が碇真奈と、フォワード18番の相宮和人、そして19番が山本隼人のサブメンバーです。相生学院です。100回目を迎えた高校サッカー兵庫大会決勝戦、25番の黒田から右サイド、22番土へのボール、さあ越え、岸のシュートになりませんで、セーフ守りました、相生学院が守りました。22番の岸が少し
苦しそうな表情です。素晴らしい立場ですね。ロングボールですね。一気にチャンス拡大になりました、はい、滝川第二高校です。ちょっと岸選手の状態が心配ですが、この黒田からの岸へのパスですね。そして最後4番の日高美月が守った愛宵学院です。よくカバーリング入りましたね、ここ ね、ボールに行った後のアフターだったので、ちょっとファールではない正当なプレーだったと思います。はい、落ち着いています。そして29番神谷、落ち着いて、パスをしてます。相原停滞のボール、はい、右足のシュート。今の狙いはダイレクトでシュートを打つのはすごく素晴らしいですね。キーパーがそう構える時間がないんですね、はい、持ってくれたらグッとコースを寄せることもできるし、前に出ることもできるんですよね、ここですね、はい、今のアイデア判断は非常に素晴らしいですね、はい、相原テータ、滝川第二高校の亀谷監督も10番藤田と9番の相原テータのこのホットラインと湯葉第二高校と対戦しました。1対1、はい、PK 戦で、はい、滝川第二高校勝ちましたが、やはりこの藤田選手の凄さがそうですね、あるわけですね、はい、9番相原テータの右足、守ったのは愛宵学院。滝川第二高校のチャンスではありましたが、ゴールキーパー1番の西野隆成、愛宵学院シュートは全然悪くないですし、はい、まあ、キーパーが勇気を持って前に出ましたよね、この愛原のシュートは山根先生がおっしゃるとおり、今キーパー一歩二歩って前に出ましたよね。出ました、はい、それによってやはり角度が変わるってことですね、はい、あのシュートを打つ角度が変わってくるってことですね、はい、プレッシャーかかってくるので。なるほど、まだ滝川第二、22番の岸、さあ左足でシュート、惜しい、ね、これはゴールのわずかに左22番の岸瑠衣、年生レフティのシュートでした。パクさん、今のプレーどうですか。そうですね、あの本当に落ち着いたプレーでしたし、まあ、相手が来るのは見えてましたよね。なのでしっかり切り替えしてシュートでした。ただシュートが少しふっかしてしまったのでね、惜しかったです。ないですね、はいはい、意図的にちゃんとこう見て判断してプレーしているというのを伺いますよね、はい、そうですね。8番森川からクロス、ここも守るのは滝川第2、落ち着いてボールをつなぎます。愛宵学院背番号2番吉村、ボールは愛宵学院ボール。今前半が終了しました。第100回全国高校サッカー選手権兵庫大会決勝戦、滝川第二高校対愛宵学院、前半終わって0対0です。そういう意味ではまたここも一区切りとして、はい、どう両チームが後半入っていくのかというところ、後半40分のスタートです。右側白のユニフォーム滝川第二高校、左側赤のユニフォームが愛宵学院です。まずは立ち上がりですね、愛宵学院の方がかなりペナルティー前を固めてますよね、はい、まあ、ただここ崩せるか、田中リアムのシュート、うん、藤田選手の個人能力から田中リアム選手の、はい、シュートだったんですけども、ここも一人で剥がしていくので、まあ、ここの力ですよね。また田中選手の振りも速かったですし、はい、ニア上が入るところですよね、いいところ狙ってました。山口を使う、山口から福井の江のボール、滝川第二高校、さあ一気にチャンス、キャプテンの藤田、しっかり周りを見ながらパスでボールを運んで11番へパス、クロス、シュート、9番の相原啓太のヘディングはわずかに外れました。滝川第二高校ビッグチャンスですね、ここを運んで、田中選手も大外の相原選手見えてましたし、まあ、少し当たりきらなかったですよね、ヘディングがね。いや、素晴らしいプレーだったと思います、はい、滝川第二高校中盤の人数を増やして、はい、ビルドアップを図ろうとしてるんじゃないかと思うんですけども、はい、気付けない。福井友人、右足をシュート、愛宵学院チャンスを作って、やはりこの背番号10番福井友人の右足のシュートでした。両チームとも素晴らしい攻撃と守備でしたよね、ここいいドリブルですし、最後まで3番の島田選手ついていきましたね。滝川第二高校3番島田総合、ディフェンスリーダーの最後はこの執念球際です。
チャンスになりますよ。そのキャプテンの藤田がボールを持って、いいパスが通った。いいボール。キューバの相原出たのシュート。よく守った岩井学院。足をパチンと叩きました。9番の相原定太。この斜めの動きがいいんですよね、相原選手でね。あれ斜めから入られるとディフェンス嫌ですよね。そうですね。山田先生。視野がね、はい、視野から消えるというところもありました。そうですね。はい。こぼれ球山口から。シュートを打っていった。背番号7番の井上のシュートでした。まあ一つ流れを変えるためには今のシュートも良かったです。思いますね、ええ、やはりシュートを打つ、そうです ですね、ここでパスつないで奪われるという形がたくさんあったので、ね、まあ、シュートで終わるというのも一ついいですよね。パスを通す、左足シュート、藤田のシュート、いい鎖のパスでしたね、藤田選手中間でもらって前を向いて、ここシンプルに前を向いてシュートまでイメージしてましたね、はい、もう少し巻いてニアサイドの方を狙ったと思うんですけども惜しかったです、はい、山根先生が先ほどおっしゃられたように中央を狙って相手を締めさせるという意味ではいいプレーですよね。そうですね。17番石原、前へ、藤田が前へ見る、さあどうするか、ここからワンタッチ、ボールをつなぎます、いいパスが通る、神谷のシュート、うん、もう一度あれ先ほど、うわー、相内テータの前、ここはシュート決められません。藤田へのボールカットは山口、もう一度滝川第二、石原、11番の山口が対応、滝川第二、17番石原、さあペナルティーエリア中、シュート、18番シュート、こぼれ球、ここで PK、滝川第二高校後半38分、この時間帯にペナルティーキックになりました。今の一連のプレーいかがでしょう、クラウチのシュートの後こぼれ球、さんこれどういう判断ですかね、ちょっと難しくないですか、 PK の判断、そうですね、こう体の一部というふうにもう見えないことはないし、はい、でシュート当たってコースが変わったと、あ、なるほど、そういう判断もできる、ね、そういう判断もできるし ね、 なるほどね、もう分かってると思うんですね、はい、全部、キーパーからすると左サイドに蹴ってるんですね、はい、ただそうなんですね、高さが違うんですね、グランダーのボールとかちょっと高めに蹴るとか、勇気を持ってそこをもう一回蹴るかですね、左に行きました先制点は滝川第二高校、背番号10番藤田次郎、 PK をしっかりと落ち着いて決めていきました、1対0、我々の優勝へ向けて、もう騙されましたね背番号10番藤田次郎、だから彼多分この PK で4回目違いますからね、 PK 合戦蹴って、はい、準々決勝蹴って準決勝蹴って、はい、多分4回目だと思うね、キーパー含め我々もずっとそっちに向いてたんですけども、はいはいはい、逆疲れましたね、1対0、滝川第二高校が後半40分に先制、アディショナルタイムは4分と発表されています、試合を進めています、あーチャンス、さあ相生学院のチャンス、つないだ、4番の日高が上がってきている、向こう側に山口へのボール、あ、これはこれはコーナーキックという判定です、まだ試合は分かりません、相生学院今のプレーご覧いただきましょう、そうですね、難しい判定ではあると思うんですけども、まあ、審判の判定なので、はい、まあ、そこは従って切り替えてね、はい、あのぜひこのコーナーキック頑張ってほしいですね、そうですね、うん、コーナーキックチャンスを迎えたのは相生学院、1点を追いかけます、背番号2番の吉村が蹴ります、22番の山崎、ターゲットは22番の山崎か9番の村越か、吉村からのコーナーキック、22番の山崎のところ、9番村越、滝川第二高校藤田がボールを持つと、まっすぐドリブルして、はい、しっかりと右サイド、まだまだある、今試合終了のホイッスル、
滝川第二高校4年ぶり21回目選手権出場が決まりました。1対0滝川第二高校キャプテン藤田二郎 PK を決めてその1点をしっかり最後は守った試合、4年ぶり21回目滝川第二高校が優勝を決めています。いや両チームとも本当に全力尽くしましたよね。いや素晴らしい試合でした、はい、キャプテン同士も今その健闘を称え合いました。両チームの監督総監督も試合後挨拶をしています。